新藤です。はい、俺。いや、僕です。新書団シリーズ？ああ、知ってます。はい。はい。相手は？どうや、名人？はい、わかりました。聞いたかさい。俺、東野名人と対局するんだ。ほら、新初段シリーズ。去年見たろ、東野とザマ王座の。そうだ、東野。あいつ見に来るかな。いや、絶対来る。よし、あいつの目の前で俺の今の力を見せてやる。光る。何？私に打たせてください。え？その対局、私に。ササイ。私に打たせてください、光。バカ言うな。トウヤが見に来るんだぞ。トウヤだけじゃない、ワヤヤオチだって。ほら、週刊後にだって乗るし。それに新初段シリーズは逆込み五目半のハンデがついて新初段の方に有利な対局だ。お前に打たせたら絶対勝っちゃうじゃないか。お前の強さはよくわかってる。俺はまたお前の影を背負うことになるんだぞ。背負えばいい。勝手言うなよお前、人事だと思って。では一体いつになったら私に打たせてくれるのですか。どうしたんだよサイ。前言ってたじゃないかお前、自分には時間が永遠にあるんだって。だから慌てないって。俺が死んでも次に取り付くやつをまた待てばいいって。そうなんだろう。だろう。うん、そう思うんですけど。そうさ、俺が二人目なら三人目も四人目もいるってことさ。光にはわからないんですよ。なんだか最近不安なんです。いつまで現世にいられるのか。なんだお前のつまんねえ不安か。とにかくお前に打たせてややこしい目に遭うのはもうごめんだ。三人目のやつに取り付いてから打たせてもらうよ。光はもう私に打たせてくれる気がない。はい、取りまーす。今日はアキラが見に来ている。アキラが君を気にしていたことは私も知っていたよ。だがそれはアキラだけじゃなく尾形君や私も同じでね。今日の対局、実は私から君を指名した。君の力を見せてもらおう。はい。幽玄の間、去年和也と一緒に覗いたあの部屋で俺は撃つんだ。
サイ。サイ。進藤君、サイ、どけ。君、座りなさい。どうした、進藤君。サイ。ごめんなさい、ヒカル。ちょっと座っただけですよ。サイ。進藤君。バカ野郎、ここに来て拗ねることないだろ。俺は今から対局なんだ。お前の気持ちはわかるけど、そりゃけど、そりゃそりゃあ、確かにこんなチャンスめったにね。ダメダメ、逆込み五目半の有利な条件でサイに打たせたらもう絶対勝ちは決定だし、そんでもって俺は注目浴びまくりになるし。待てよ、でもハンデか。ハンデを背負わせれば打ち方が変わる。東野名人は今日後手で五目半のハンデ、サイにそれを上回る、例えば15目くらいのハンデがあると思って打たせればサイも普通には打てなくなる。そうすればサイの実力はバレないかも。それで打ちます。15目の差が初めからあると思って。サイ、お前分かってんのか。いくらこっちが先手でも盤面で15目の差をつけようと打てば無理な手が多くなる。相手は東野の親父だぜ。ひとひねりされておしまいだ。そんな碁打ちたいのか。時間になりました。新初段の先番で込みは逆込み5目半です。持ち時間は2時間、使い切ってからは1手1分の秒読みになります。サイ。では始めてください。お願いします。わかった、お前がそれでいいんならお願いします。どんな碁にする気だ、サイ。
進藤君。盤面で15目以上の差をつける。それがどんな無謀なことかは分かっている。相手は誤解所の客ではないのだ。本来ならおそらく私と反目にしのぎを削り合う相手。そう、盤を前にしてのこの気迫は以前と同じ。今やっと、条件はどうあれ、私の一手にあなたが答える。15目以上の勝ちを目指す。それはもう相手を全滅させるか、自分が全滅するかという戦いに持っていくしかない。どこまで行けるか。右上隅星第一手を打つまでに20分か。まずは波乱含みの幕開けだな。さて、名人はこの一手にどう答えるか。右下隅星。息が詰まる。やれやれ、疲れました。初めてだよな、こんなこと。緊張してるようには見えなかったけどね。東野君が来てたな。一手目長考の感想を聞いてみるか。お、尾形先生、桑原先生まで。えらく時間を食ったな。開始が遅れたわけじゃなかろう、天野さん。あ、ほんと驚きましたよ。進藤君には第一手に20分ですからね。しかし桑原先生、今日は進藤君が目当てで。そうよ、わしはあの小僧を買っておるでの。すれ違った時にピンときたんじゃ。あ、すれ違った時。まさかたったそれだけで彼の評価を。それだけですよ。勘だそうです。勘？わしの勘をバカにしておるようじゃいつまでも勝てんぞ、尾形君。ただの勘にしても桑原先生に注目されるとは大したもんだ。桑原先生だけじゃない、尾形先生だってそうだし、東野名人に至ってはこの対局相手に進藤君を指名したんですよ。ほう、指名か。指名？わや、進藤って俺たちの。いや、言うな、もう。おそらく名人は明君が進藤をライバル視してるから興味を持たれたんでしょう。ライバルなの、東野君。え、それは。いやいや、息子など関係なしに名人自身が小僧を気にかけとるはずじゃ。東野先生が。あの男もわしと同じで勘が働くからの。13-14、帽子。帽子？序盤に。進藤のやつどうするつもりだ。13-17。はい。
早々に仕掛けなければ勝機はない。複雑な戦いに誘い込み、読みの勝負に持っていく。攻めたくなるような隙をこちらからわざと作る。相手が一気に勝負をかけてきたとき、そこから黒の活路が生まれる。18-16、滑り。思惑通りに打ってこない。意外に警戒されている。この先手数が進めば、今より一か八かにならざるを得ない。ならば18-9、抑え。ここはいかにも黒が潰れそうだが、しかしずっと先まで読むとかなり際どい気がする。あっさり相手の誘いに乗らぬ方が良いか。この一曲荒れた碁に見えるが、案外奥が深い。それだけではない。なぜだろう。この子は新書だ。まだ14歳の子供なのに、この空気は何だ。この威圧感は。一隅で始まった戦いが盤全体に広がっている。黒の神道は戦場を広げ、紛れを求めて白に立ち向かおうとしたのだろうが、いかんともしがたしか。結果は火を見るより明らかだ。黒は全滅ですよ、全滅。何考えてんだあいつ。それにしても東野先生慎重だな。無鉄砲が若者の売りかもしれないが、無茶が過ぎる。名人に通用するもんか。神道。ほら、投了だ。思った通りの幕切れだ。神道君はへこんでるだろうな。わや、
ああ、あっちで検討が始まるぞ。賭けは私の勝ちですね。だが、神道の評価は保留だな。いやいや、これは面白い碁じゃよ。尾形君、またこんな対局があったら、わしは次も小僧に賭けるぞ。アキラ君。あ、すぐ行きます。桑原先生。ん？今の一曲か？え、あれはな、あやつが自ら大きなハンデを貸して打っていたと考えると納得がいく。神道が自分にハンデを？名人のお父さん相手にそんなバカなことを。なぜそんなことをしたのかはわからんがの。の、面白い小僧じゃないか。ここまでか。何のハンデもなしに打ちたかったよ。君がどうしてこんな打ち方をしたかわからないが、それでも君の持つ何かは隠しきれない。勝手に自分にハンデをつけて打ってたことがバレてるだけじゃない。どうや名人は才の力まで見抜きかけてる。対局中、まるで歴戦の古豪のような気迫を君に感じた。この次打つときは互い戦で。ええ、いつか。